で核のごとく自在なる自行の行を捨て、こういう本当の御仏の心にこのそのまま合致した、そのままうり二つのと言っていいですかね、もうハンデを押したような、まあ、溶け込んでるよ、全く妙合してる、融合してる、そういうこの行を捨てて、跡形もあらざる無明を妄想なる日の思いの心に従して、これはまさにその邪行の発生する、邪行が起こってくる、そういう心のことですよ。跡形もあらざる、跡形もあらざる、何の根拠もない無明、この本当の命の宇宙の、あるいはこの仏のこの本当の悟りというところにまた暗い、そして妄想だから、このみだらな、要はこのみだらみだらって、そのいやなんとかって、そのみだらじゃなくて、このなんつうの、この無造、この造、整頓されていないっていうことね、整頓されていない、そういう知事乱れた、そういう思い、そのしかも歪んだ思い、宇宙崩壊を歪んで見てる、人生を歪んでしか解釈できない、そういうこの心に従して、そして括弧だよ、こう括弧、つまり、邪教に出してるって意味ですよ。邪教方法に出している。そして、まあ、我々今度は出していない我々からはどうなるかというと、同じ召集をやっていても、ご聖人がこうせよと、こうしなさいということに対して、この消極的な心の人、あるいは全然そこに石のごとく動かない人、これはまさにここですよ。そのそういうここに陥っている、形だけ召集やってるけども、その心は仏の心に準じていないいう場合は、この三世の諸仏の教訓に背き立てますれば、ここですね。三世の諸仏の教訓というのは、別で言えば大聖人様ですけど、今の時代で言えば、ご聖人様に、その教訓は全部そこに留まってるわけですから、ご聖人が是と言えば是、ご聖人が非と言えば非、これ、その、それが教訓ですよ。そう、ご聖人は今何とおっしゃってるかということは、もう皆さん方、各お寺や、総本山で重々拝してるはずですから、繰り返しませんけども、そういうふうに背き立てまずってると、暗きより暗きに入り、長く仏法に背くことを悲しむべく悲しむべし、この自分の生活も心も命も暗闇から暗闇へどん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 追っていくんだよと、何年信心しても心が晴れないようなね、この生活がすっきりしてこないような、命がこのスカッとしてこないような信仰のあり方は、これはまさにこのことですよ。芸家のお心に、このまさに愚直に、このまっすぐにです、芸家の仰せにまっすぐになってるかどうか、まっすぐに行動してるかどうか、その一点で、この一点でさえ守ってれば、我々の心も身体も生活も財布の中も必ずすっきりするんです。この暗きより暗きの逆になる、明るくなってくるんです。で、溢れてくるんだよ。大変だぞお前、俺なんかお前小銭と千円札で財布が溢れてるんだ1万円札はちょっとね、めったに出てこないけど、すごいんだよ一万円札が本当に。そして長く仏法に背くこと、そしてそのやっていながら、まあ、やらない人はもちろんのこと、あの正しい信仰をね、しかし正しい信仰についたからといっても、この仏法に背くこと長くだよ、わからないんだよ、根拠をしてるだけでは、してるから正しいと思ってんだよね。そして長く仏法に実は背いちゃってる、このこと悲しむべく悲しむべしと、ただ今こそ打ち返し思い直し悟り返さば、即身成仏は我が身の他にはなしと知りぬと、これは別手は大聖人様だよ。即身成仏というものは、何かその死んだ後どっか別な世界に生まれてそこで成仏するのか、そういう世界があってとか、そういうもんじゃなくて、この苦しみと、実際に飯食って寝て起きてっていう、この現実の生活の血の底に真っ只中で生きているこの身の中に即身成仏ありと、これが大聖人様、別しては大聖人様がそのことを知ったというんですね。まず、もう、もともと知ってるんですけども、まあ、ただ今こそと、ただ今こそ打ち返し思い直し悟り返さばと、ここも大事ですね。打ち返し思い直し悟り返せば、だから冒頭でも言ったように、この自分の感覚、自分の経験値で、このね、信仰のご本尊の本当の功徳をね、
自分で入り口を狭くしてるのね。こんな私在所重いからとか言って、うるせえんだよ、そんなこと。在所重いなんてことはどうしてんの。ご本尊を信じる。この1年において、この過去御能の在所は真の一時でぶった切るんだから、在所が不本かなんて、みんな中どんぐりの背比べ、私だけ重いんだ、それが生意気だっつう。みんなどんぐりの背比べなんだから、在所が重い深いもないんだもん。真があるかないかだけだ。それから何 なんだかんだなんだよ、その、私はその体が弱いから、体が弱いからできません。体が弱いっていうことを理由にできなくしてるだけで、仏様は弱いなら弱い人にちゃんと動く力を与えましょう。私お金がないからできません。そこで止まってんだ、だからその人は。だからお金がなきゃないでやろうと思う心さえあれば、ちゃんと仏様はやれるお金を与えましょう。何でもそうなんです。それをその自分の方で勝手に考えちゃってさ、自分仏様はこの宇宙だからな、宇宙全部だって言ってるのにさ、宇宙全部に自分が一体化したら宇宙全部が自分だろうがよ、なんか来るよっつったこのね、で崩壊に法王とか竜王が出るくらいなんだからさ、おめえ財布に1万円の 1枚や2枚くらいなんとかなるだろうよ。それがね、必要以上の金がいかないんだよ。この法、この法を広めるっていうことと、普通に生活させていただくということの最低限度の金ぐらいはなんとかなるさ、あんなもの。それを何か自分でね、この決めちゃうんだな。そこであるご住職で昔言ってましたよ。みんなね、この信仰をね、その自分が一番直したいっていう業を理由にそこを進めないって言ってたのね。総本山に行きましょう、お金がないから行けないんです。あなたお金で困ってるわけでしょって、お金で困ってるくせに、その業、自分の困ってる業を理由に仏道修行を自分で止めてる。私体が弱くて本座行けません。治したいわけでしょ、体弱いのをさ。だから無理して来いっつってんだよね。それを、怖い、体弱くて行けません。で、一生弱いまま。全部そうなの。だから逆なんだ。だから一心欲見仏富士釈心。自らの心名を惜しまずやれっつってんだから。いいじゃん、途中で死んだって。体弱いぐらいで死なないよ、女の本山に行く間に。ね、そこなんだよね。そこがこう気がついちゃうと、もうね、信じがもう面白くてしょうがないんだよ。本当に叶うんだもん、本当にそこぶっ込むと。その、水泳だってそうじゃん。ジャンプしなきゃ水泳はできないの。飛び込まなきゃ。それ飛び込む前に、ああ、なめ怖いとか、ああ、冷たそうとか言ってたらさ、泳げないんだよ、それ。いつまで経ったって。それが信じも同じなんだよ。飛び込んじまえって言ってんのに、スタート台で一生懸命やってさ、で、海水パンツだけ履いてるから泳いで気になってるわけだよね。それが違うんですよ。で、泳いでみちゃえば楽しいわけですよ。水の中入って、ザブンザブやってみればね。知らない、自分が今まで知ってる経験値で分かってる範囲で貧乏なんだから、経験値で知らないところに飛び込まない限り、その貧乏の世界から出れるわけないじゃないですか。自分が今まで体が弱いっていう経験値で、この自分をこう、コントロールしてきた世界のままでは、その体が弱いっていう世界から出れるわけがないんだよね。出ちゃわないと。そこに仏様のご加護が絶対にあるんです。この間の芸家様のご指南にもあったように、じゃあ、諸難があると言ったって、釈伏をしたから必ずその、難が起こってくるって言ったって、その、起こりっぱなしじゃないって言ってんだよ、芸家。必ず書店が守る。だから、お金がらずに行っちゃいなさいっていうことなんですね。それは全くな、本当に。ねえ、お父さん。それはいかに信じられるかっていうことです。そうですよ。だからそれはね、信じないんです。真っていうものがね、真っていうのは子供からも出るし、今死にそうなじいさんからも出るんです、真っていうのは。どの人でも出る。しかも、資本がいらない、真は。ただで出せる。誰でもできるって道を仏様は開いてくださったんですね。で、賢くも関係ない。賢く愚かも関係なきゃ、それから尊い癒しも関係ない。金持ち貧乏も関係ない。何にも関係ない。真っていうものは平等に、どの人も出せるんですよ。で、真っていうのはね、黙ってちゃ出ないんだよ。信ずるって心は自分から出さないと出ない。その一番のもとは、やっぱりね、やっぱり芸家がおっしゃる正代行にありっていう中も、その正代行も、今日せっかくこの御所を学んだんだから、この一辺のお題目で、一辺一辺のお題目が、この
大宇宙そのものであらせられるこの大御本尊様と一体不二にならせていただけるお題目なんだと、この一遍ずつですよ、だんだん唱えてってだんだんなるんじゃないんだよ、一遍ずつなれるんだよ、ゴルフに。それを信じて一遍ずつ丁寧に心込めて唱えていきましょうよ。それが必ず力となって桁行のこの大エネルギーとなって芸家様のおっしゃる通りの行動ができるようになるんですね。まあ、そういうことでですよ、今日はちょうど段落まで来たんで、終わりにさせていただきます。長時間ありがとうございました。また頑張っていきましょう。じゃあ、ご本尊の方向かってね、この辺かいな、はい、じゃあ大悟参照して、はい、この大悟参照からですよ、このご本尊様と一体不二とならせていただける大悟なんだと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。ありがとうございました。いやー、ご苦労さました。本当に会場を提供させていただいて、成長していただいてありがとうございました。いいんですよ、そんなことは大問題じゃないです、小問題だけど。はい、わかりました。いやー、でもおかげさんのところは最後まで放送できましたよ今日このラインだったんで。ありがとうございました。